どうも、ロケン TV です。ロケン TV です。はい。今日はですね、まあお客様からのリクエストがあって、フィアット 500X ね、のチンクエチェント X スポーツをご紹介したいと思います。まあ、これうちの代車なんですけど、ただ今 500X って新車がクラブっていうグレードとスポーツっていうグレードがあるんですけど、もう結構ね、装備が僕らでもちょっとわけわかんない感じになってきちゃってて、あと、もし認定中古車を狙ってる方であれば、年式と製造月とか入ってきたあれによってだいぶ装備結構変わっちゃってるんで、とりあえず今日はうちの代車の 500X スポーツ、チンクエチェント X スポーツの、まあ、詳細をね、お伝えしていきたいと思います。まずスポーツなんで、ここが全部ね、同色になってますね。ブルドッグみたいな顔じゃなくて、もうちょっとこう、スポーティーなね、雰囲気で、ここのバンパーモールも全部、ここもね、全部塗装されてます。で、現行は18インチだったかな？現行は18インチなんですけど、去年のモデルはこれ19インチですね。19インチでタイヤが225/40/19インチ。19ということで、結構ね、タイヤ薄いっす。なので、減ると、結構大変かなと。タイヤ代がね、こっちが大変かなっていう車になってます。で、これのスポーツのね、これが入って、スポーツは LED のヘッドライトついてます。新車についてて、この年式についてないのが、前後の障害物センサーが確かついてない。前もついてないし、後ろもそうですね、センサーがついてないと。バックカメラついてるんですけど、センサーはついてないということです。スポーツは、もともとルーフレールがついてないですね。中は、まずレザーシートになるんですけど、レザーシートが付くんですけど、シートは、自体は手動シート。年式によっては電動シートですね。2020年前は電動シート付いてます。で、ハンドル、赤い設置が付いて、アルカンタラとこのスムースレザーのコンビネーションのものになってます。で、こっちがアルカンタラですね。で、この年式は、パドルシフトがなくなってます。パドルシフトなくなってる。ちょっとね、そういうところはね、若干、スポイルされてると、いうことです。はい。認定中古車で買うときは、ほんとさっきも言ったように、年式とか、あとその販売店さんに連絡をして、何がついてる、あれがない、ついてないとかね、いろいろ確認しながらお求めいただくのが一番だと思います。で、フロアマットとか ETC はオプションになるんで、それは後付けでもね、できるんですけど、電動シートとか、前後のね、障害物センサーとか、あとは、まあ、スポーツはないですけども、クロスで言うと、ヘッドライトね。ヘッドライトがハロゲンになったりとかするんで、確認しながら買わないと、いざ届いたらあれついてないとかね、いざ納車したらこれついてないとかってなるんで、そこは気をつけてもらいたいと思います。ちなみに僕が初めて買ったイタリア車は 500X。クロス、白。ね、だったんで、思い入れのある車になりますね。はい。まあ、後ほどね、試乗の動画も出させていきますんで、ちょっと試乗に行ってみましょう。よし、じゃあ早速ね、ちょっと行ってみましょう。ちょっと寒いんでシートヒーター入れて、でエアコンはねデュアルオートなんで、助手席側と運転席側でオート切り替えできますね。でこれ手動か。でヘッドライトはね、オートヘッドライトとかあるんだけど、ちょっとキャンセルしちゃいます。 OK。 でミッションはデュアルクラッチトランスミッションの7速、デュアルクラッチ、6速だか。はい。で、このスポーツは毎チェンして、やっぱね、パドルシフトなくなっちゃったんですよね。パドルシフトなくなっちゃったのはちょっとやりづらいですけど、行ってみましょう。ただ、このエンジンはね、やっぱり2018年のマイナーチェンジでフェイスリフトもしましたけど、そっから新しいエンジン、改良されたエンジンになってるんで、吹き上がりとかね、すごい良くなってます。なので、あとはタイミングチェーンにもなったので、もし 500X をお探しで、まあ予算の都合上ね、どうしても100万円台じゃないと無理っていう方は、マイチェン前になっちゃいますけども、マイチェン5の方が、新しいエンジン、新しいトランスミッション、それと、エンジンが新しくなってるんで、タイミングチェーンになってるんで、メンテナンスコストは、低くなるのかなって思うんで、僕はやっぱりね、マイチェン5の方がおすすめですね。ほんと 1.3 リッターとは思えない加速感があるんで、すごくね、僕はこのエンジンは好きですね。
まあ燃費はね正直そんなに良くないですよ。実際に僕が所有してて街乗りでリッター10、11ぐらい、高速で16、17とかね伸びますけどね。なのであんまりね燃費は期待しない方がいいかなっていうところですね。あとブレーキがですね、結構カックンブレーキ、イタリア車独特のねカックンブレーキで結構シビアなんで、ブレーキタッチが慣れるまでちょっと時間かかるかなっていう感じはします。やっぱクロスとスポーツの違い、もちろん内外装もあるんですが、サスペンションがスポーツ専用設計になってます。でこれはあくまで僕の個人的な感想ですけど、やっぱりスポーツの専用設計ってなるとなんか硬いイメージ、あんまりストロークしないイメージなんですけど、実際僕が買って乗った時クロスの方がゴツゴツしたタイヤのこうゴツゴツを拾う感じがする。まあ簡単に言うとクロスの方がなんか足回り硬いイメージなんですよね。でこのスポーツ新しく開発されたサスペンションの方が大きいホイール履いてるのにもかかわらず、多分足回りがしなやかに動くのか、ゴツゴツっていうなんか嫌な感じ、嫌な突き上げ感がないので、僕は足回りだけで言ったらスポーツの方が断然おすすめです。まあもちろん先ほど言ったね、距離乗る人はこのスポーツのタイヤっていうのは扁平タイヤなんでね、タイヤ高いんですよ。タイヤ代が高いんで、すごいめちゃめちゃ距離乗っても2年に1回ぐらいタイヤ変えちゃいますっていう人はちょっと経済的には厳しいクロスの方が若干余裕ありますけど、それ以外であればスポーツは僕はすごくねおすすめだし、なんか僕はスポーツの方がこうスタイリッシュでなんか好きかなっていうイメージですね、うん、なんか一回僕もスポーツ 500X スポーツ買う買うってなかなかちょっと買う機会に恵まれなかったんですけど、まあ生産台数が少ないっていうところと玉数がね異様に少ないっていうことで、なかなか新車でもねお好みのお色がね選べない時期っていうのがあったので、はい、まあそんな感じですね。はい、まあ 500X に関して言うと、もうそろそろね、生産が終了となりするのかな、なりそうなのかな。セイチェンと600に切り替わるのか、600になるとね全く別のベースの車になりますんで、もう全く別の車だと思ってもらえばいいと思います。まあ僕らはね期待してますけどね、まあ電気フル電気のセイチェンとはもちろんなんだけど、マイルドハイブリッドとかガソリン車用意してもらえるとすごくありがたい、すごくありがたい。はい、まあ、あとは 500X っていうのはこのコンパクト SUV の中でもすごくニッチなポジショニングを維持してると思うんですよね。輸入車の中でも比較的こう可愛らしい車、可愛らしい SUV、 他にあんまないと思うんですよね。可愛らしい SUV って結構みんな SUV ってかっこいいじゃないですか。でどこ行っても可愛い SUV でなんか通っちゃうっていうかね。まあちょっとよくこの現行のちょっと電動シートが本当は僕はお好みなんですけどね。まあでも女性にも運転しやすいこのアイポイントの高さっていうのは 500X のいいところですよね。まあ強いて悪いとこ上げるならどうだろうな、まあさっきも言ったより国産の SUV に比べて足回りはかなりスポーティーな車体になってるっていうところと、まあ燃費はハイブリッド車とかね比べたらそんなに期待できない。あとはなんだろう、あとはなんだろうな、でも快適だと思うんですけどね、高速なんかすごい快適ですけどね。あとアフターパーツね、アクセサリーパーツ関係ですね、車を構成するパーツではなくて後付けでねこうなんていうの、デコレーションしていく、カスタマイズしていくパーツっていうのがだんだんね生産なくなってきちゃうんで、もしその辺をねお考えの方は早めに発注してもらった方がいいのかなって思いますね。まあ、新車はね、まあ今値段が435万円だからスポーツ、なかなかいい値段しますから、はい。まあとはいえね、認定中古車っていう選択もありなのかなって僕は思いますんで、まあ本当はねもちろん新車で買えるのはラストチャンス、認定中古車でもいい玉がもうそろそろなくなってくるよっていうことですね。はい。まあそんな感じで 500X は結構ね国産車からのお乗り換えの方でも、まあ、違和感なく付き合える車、違和感なく乗れる車ですね。で高速街乗り、どんなシチュエーションでもすごくね相棒として、使えるし乗り心地もいいし、
外から見ても可愛いし、すごく多方面においてね、満足度をね得られる車だと僕は思ってます。まあ、初めて買ったイタリア車が 500X っていうところで思い入れもあるんですけど、それ以上にセールスマンとして 500X をね何台も販売してきて思うのは、間違いないというか、この車買って間違いはないです。まあ、イタリアのラテン車のめちゃめちゃラテン車っていうよりは、ドイツとかね、国産とかのこう安心感もありながらのイタリアンエンジンっていうね、そんな僕は 500X に抱いているので、安心な1台だと思ってます。ということでね、今日は 500X スポーツを少し試乗レビューしたんですけど、言い忘れてたって言うとあれなんですけどね、やっぱりイタリア車ですよ。走りっていうことに関しては、すごくこの 500X スポーツっていうのは、秀逸な車だと思ってます。多分数あるコンパクト SUV の中でも、そこはすごく秀でてるかなって思います。この価格帯のね、車では。ワインディングで曲がったりとか、あとは、直進安定性だとか、高速での安定性。この辺はね、すごくね、スポーティーに振ってあるので、すごく乗っていて、運転していて、楽しい車になると思います。で、あとはね、ワイルドスピードみたいにね、ターボ車なんで、こう、アクセル抜くとね、ワイルドスピードみたいに、プシャンっていうね、音とかもね、なんかすごくね、メカニカルな感じがして、すごく僕は好きな車になります。だから、なんていうのかな、可愛いだけ、ルックスだけの車じゃないよっていうのをね、最後伝えたかったです。はい。今日の動画は以上になります。And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it.